どうもこんにちは、野村大輔です。今回はこちらのボス GX100 を使ってサウンドメイキングをしていきます。今日ご紹介するサウンドは3つあるんですね。まず1つ目、綺麗なアルペジオを鳴らしたいなという綺麗なアルペジオサウンド、これを目指しました。では2つ目はですね、ファンキーカッティングです。ちょっとレイドバックした感じになるんですが、ヴィンテージサウンドの感じでカッティングが楽しめるように、ちょこっとだけ歪むのがポイントですね。それによってこう音の太さが、ね、得られるようにしています。で最後はですね、スーパークリーン、もしくはクリスタルクリーンと呼ばれるような、ディレイとかリバーブがいっぱいかかったクリーンのサウンドを作っています。これはですね、やっぱりフロントというよりは、ハーフトーンみたいなサウンドで弾くとですね、めちゃめちゃ気持ちいいと思いますので、ぜひ、試してほしいなと思います。それでは綺麗なアルペジオサウンドを楽しめるというですね、そんなセッティングを作ってみました。で、歌物のバックだったりとか、少しこうね、レイドバックしたようなサウンドをもうちょっとエッセンスとして入れたいなと思ってまして作っています。で最初にですね、この PEQ、これパラメトリックイコライザーなんですけど、イコライザーがね初段に入っているんですが、これが入るとですね、サウンドが結構太くなります。すごくいいですね、これ。ナチュラルに太くなるというか、すごく、芯があるアルペジオが楽しめる感じです。でその後にコーラスを置いているんですが、昔のね、CE1 のような本当にアナログのコーラスのイメージです。ですのであまり深くかけずに、こう軽くかける感じで押さえてあります。ここはお好みで変更していただいていいと思いますが、でその次にですね、アンプが来ています。でこのアンプは、デラックスコンボ。って書いてあるんですが、やっぱりこれが大事ですね。はい、でその後にディレイのステレオとスペースエコーが入ってるんですね。やっぱこのスペースエコーが入るとレトロ感がすごく、ヴィンテージ感も出てきますので、雰囲気に合うと思います。ですのでどちらかというとシングルコイル系の、ギターで弾いていただいて、ハムしかないよっていう場合には少しねこちらで原因を調整していただいたりとか、原因が上がった状態のアルペジオをね楽しんでいただいてもいいかなと思います。続いてのサウンドはファンキーなカッティングによく合うセッティングに仕上げています。で、ファンキーなカッティングもね、年代によって全然サウンド違うんですが、イメージとしては、70年代80年代ぐらいのね、こうちょうどいいところなんですが、やっぱりファンキーなカッティングというとどうしてもこうクリーン寄りにしていっちゃうんですけど、クリーンにすればするほどやっぱり音ってこうなんかねチャキチャキしすぎちゃうんですね。で昔のサウンド聞いてると結構歪みが入ってたりとか、ほんのちょっとサウンドが歪んでるっていう方がですね、クリーンがすごく綺麗に聞こえてくるんですね。こうなんかパワー感も出てきます。なので今回少しね、パワー感のある感じのカッティングのねサウンドが出せるようにしてるんですが、初段にですね OD ブルースっていうペダルを入れてます。ただしこれほとんど歪ませてません、ちょこっとだけ歪まして入れてるって感じです。なので強く弾いた時に、高音域がジャリッとする感じを出したいんですね。なので軽く弾いた時にはどちらかというとクリーン寄りになるセッティングです。でその後にデラックスコンボ、イコライザーが入って、そしてリバーブ、これプレートリバーブを使うのがポイントです。何かこうリッチなねホール系のリバーブを使ってしまうと、音が飛び散ってしまいますので、プレートリバーブのようにこう反射がこう早く返ってくるような感じですね。
なのでどちらかというとリバーブでこうたっぷり聞かせるんじゃなくて、少しドライな感じで反響だけ残ってるっていうですね、ちょっとこう攻めた感じのカッティングサウンドに仕上がってます。ですのでセッティングとしてはですね、ストラト系の例えばフロント、もしくはハーフトーン、センター、このあたりがちょうどよくなるんじゃないかなと思います。ぜひ試していただきたいと思います。さあ続いてのサウンドはスーパークリーンサウンドを作ろうと思いましてやってみました。でまあスーパークリーンだったりクリスタルクリーンとかいろんな呼び方があるんですけど、こうかなりこうきらびやかになるっていうのが目標のサウンドです。で、まあ、セッティングとしてはですね、まず最初に X コンプ、コンプレッサーを入れてます。やっぱりこれは必須ですね。ですのである程度コンプでこう立ち上がりがパキッとこうするっていうのが狙いです。あまり弱くしてしまうとすごい生々しいサウンドになってしまいますので、コンプをしっかりかけるというのがポイントですね。でその後にですね、アンプが2種類あるんですが、まずこちら1個目ツインコンボですね、広域がこうギラッとした感じを担当するプリン系のアンプですね。でもう一つ、これポイントなんですが、 JC120 なんですね。スタジオに行くと必ず置いてある JC、これもですね、やっぱりクリーンにすごく特化したアンプで、かなりですね、この下と中音域、低音から中音域をこうがっつり出すような感じに今回作ってます。その代わりあまり出しすぎるとやっぱりね、スーパークリーンと言ってますんで、広域系を楽しみたいので少しこう支えるぐらいにしてます。ですのでちょっと何が深いなと思ったら、その、ね、お使いのギターによってカットしてもらえればと思います。はい。でその後にですね、各アンプに1個ずつステレオディレイを置いてるんですね。なのでアンプ1に対してのステレオディレイ、アンプ2に対してのステレオディレイというですね、この接続が結構肝です。かなりね、心地よく聞こえます。で最後にですね、ミックスした後に、EQ そしてリバーブかけてます。でこのリバーブは、空間系のね、こう広がりを少し出したいなということでアンビエンスっていうのを選んでます。これがまたね、深めにかかっててすごく気持ちいいので、これもアンプで鳴らしていただいたり、もしくはヘッドホンで楽しんでいただいてもいいかなと思いますので、ぜひ弾いてほしいです。